札幌丸山に美味しすぎていっぱい食べちゃううどんがあるらしいから調査してきたもっくんです。今日はめちゃくちゃうまいと噂のうどんを食べに来ました。ここのうどんは夜でも1000円以下なのに天ぷらがたっぷり入ってて、しかもお茶が飲み放題。噂の通りうどんもツルツルで美味しくて最高だよ。ちくわ天にうどんが入ってたんだけど、たまたまなのかな。レモンが大好きなもっくんはさっぱりうどんを豪快に食べられない。丸山公園駅から8分、釜屋。